ゆうじろうチャンネル、今日のお題はかけたお金の元は取れよ。うん、お金、うん、かけたお金の元は取れっていうのは、うん、その使っ投資した分だけ。おお、イエス。はい、まあ高いセミナーとか行ったとしようや、うんうん、30万でも50万でも払おうったって、はい、だったら例えば50万のセミナー行ったって、うん、500万にしてしまえばええわけだろ、うん、その気概を持ちなさいよっていうことよ、うん、それはそうですよね。マイナスにしたんだったら本当に意味がないですもんね。でなんかのそうやってすごくこう頭で考えたらそうなんだ、うんうん、でもそれができないのが人間なんよ。あのね、うん、それができたらもう結構な儲かってる社長になってるわけ。まあそっか、うん、そっか。これで金経つまれたってもポンコツなんよ。ドポンコツが。あなたのことじゃないですよ。ドポンコツ。今いいこれをバンって言ったらうおー死ぬことかなって思う人がいっぱいおる、うん、ドポンコツちゃんが今チャンつけたのは一応女の子用に いいね、女の子用に、うんうん、まあなのでね、今日はこのかけたお金の元は取れっていうね、これについて今日は話してみたいと思うので、はい、今日はこれで行ってみよう。はい、こんにちは、板坂裕次郎です。こんにちは、立川奈子です。今日ね、いつもは、うん、昼間にこれ撮るんだけど、今日ね、わし東京から帰ってきたばっかりだけもう夕方から撮るんで、初の夕方収録。なんかちょっといつもと色味が違いますよね、裕次郎さんの顔の影とかね。なので今日はね、女優ライトつけとるんで、ほら裕次郎さんだけね。そうね、これ女優ライト何でつけとるって、これスマホ、スマホのライト。なんでもうちょっと機材とかないんかな、うちは。でもこれなんか良くない、これ。いや、すごい全然違います ね、やっぱりそうやって当てるとね、ほら、乳首も、ほら、乳首も映ってます。いやいや、それね、セクハラになりますからね。マジで、うん、そこぼかし入れといてください、ね、あの、ここハート入れてくれたら、ね、ハートはね。今日なんかちょっとペアルックみたいなね。あ、お前白と白で、ね、うん、白 T で。でも白じゃ結構顔が映えるんだろうね。あ、そうかそうか、うん、光がね、そうちょうどよかった。はい、じゃあね、今日はかけた金の元は取れっていうのはどういうことかというと、基本的にもう中小零細弱小家業の社長は、うん、目に見えないものに金をかけないというね、うん、目に見えないものって分かる？分かるよ。まあ、勉強とかね、セミナーとか、うん、そういうこう人の話を聞きに行ったりとか、うんうん、そういうことですよね。お前なんか人の話聞くにお金出して聞きに行くとかあるか？なんか私はそのスクールで学んだ時はまあそれ目に見えるのか、うん、でも知識だから結局一緒ですよね、セミナーですもんね、それにはやっぱりお金かけていきましたし、あとまあ何回かあります、お金を出してお話を聞いたことは。それいくらぐらい？あ、でもそんなに高くなかったです。それは本当に1回ポッキリとかの本当に3000円ぐらいの、うん、それなんかすごい私ビジネスのために聞きに行ったというよりはお話を聞いてみたくて聞きに行ったみたいなものなので、あんまりそういう、例えばコンサートに行くとかあんまりない？ライブ？ライブあんま行かないタイプですね、うん、あんまりそういうオロオロってノリノリのようなのはあんまり行かん感じ、うん、たまにしか行かないです。あ、というかまあ結構マムじゃないので、うん、あったのは行きたかったなっていつも後で知るタイプです。あ、なるほど、うん、まあ地方に住む経営者っていうのはね、本当に5000円以上金出さんけんね、こういうものに対して。それはそういうなんか地方価格みたいな文化です。あのね、これもう何でか分かったんや。例えば、わしらのそのセミナーやっとる仲間とか、うん、著者仲間とかが言うのは、まあ広島は5000円超えたら人集まりませんねみたいなのはよく聞くし、でもこれは広島だからじゃなくて他の県だってそうだと思うよ。でどうするかやったら、やっぱり東京でセミナーをやるわけよ、そいつらは。だから東京っていうのはやっぱり日本の一番中心じゃん。でそこにやっぱり一番早い情報とか質のいい情報集まっとるけ、それを取りに行くぞって地方から出てきとるやつらっていうのはやっぱりもう感覚がちょっと違うんや、うん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 、それをわざわざ新幹線とか飛行機使って東京行って宿泊代も払うてでも聞きに行くっていう分だから、うん、なんかそれが例えば30万でも50万でも100万でもって言って出しに行くんだけど、うん、
まあ地方でゆっくりしてこんな感じでやっとるやつらはあのもう5000円以上になったら、いや5000円みたいな、え1万円みたいななるわけよ。まあね、それは何でか言ったら、まあ例えば広島でもそうだけど、広島のセミナーをしおる、広島のセミナー講師みたいなやつがおったとしたら、うん、そいつらが広島でやるのに5000円以上になったら客が集まらないから、うん、じゃあ3000円でやろうかとかっていう集客が先集めない。あ、人を集めるための価格設定をするってことですね。そうそうそう、自分が教えるものがいくらの価値があるじゃなくて、うんうん、集客をするために金額が決まりよるわけ、はいはい、で言って3000円でやったら3000円であんまり入らんかったっけっていう話になったら、今度は2000円になっていくわけ、うんうんうん、で1000円になるわけで、挙句の果てにはタダでやるやつがいっぱいおるけ、うーんっていうとそれが相場になってしまうわけ、うん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 、だから相場としては地方でやる相場は5000円になるわけ、はい、でも結局一人でもやるねっていう気概さえあれば、うん、別にええわけじゃん、うん、例えば5000円で10人集めましたやったら5万円じゃろ、はい、じゃあわし5万円のセミナーですって、うん、一人来たら一緒だけど、一緒ですね、うん、でわしの今のフロントのセミナーなんていうのは5万円じゃけ、うん、でこれを全国でやるわけじゃん、いや5万円とかちょっと厳しいでしょとかよく言われるけど、うん、いやこにゃこんでええけ別にって、うんうんうん、でも大概来てくれるわけよ、はい、うん、ということは別に集客を目的としてないわけ、うん、それだけ払うててもよしやったらっていう人に来てほしいから、そのポテンシャルをちょっとね手に入れたいだけであって、うんうん、でもね、基本中小零細弱小家業の社長は地方におって、うん、そういうお金を出さないね、はい、見えないものに金出さない人っていうのはその5000円とかが、うん、投資という感覚がないんや、はい、支払いだと思ってるけど、支出だと思ってるね、だからなんか物を買うみたいな感覚がある、うん、やろ、でもそういうやつって5000円も払わん、ね、3000円も払わんくせにレクサスドーン買ってみたりするわけや、うん、だからもう使うとこがね違うと、そういうところにはドーン払おうて、うんうん、で月々のローンが例えば9万円ですとか10万円ですとか言って、ああ分かる分かる、私もだってそうだもん、うん、スーパーの10円はケチるのに洋服の1万円は出しちゃうみたいなね、うわ浪費かよお前は。いやいや、例え話の話ですけど、そうそうそう、うんうん、だから同じ支払いだと思うわけ、うん、えなんで5000円も払わなきゃいけんのみたいな、払わにゃいけんのになってるんや、なんで5000円も投資ができんのやって話や、うん、お前投資という言葉を知らんのかと思うほんまに、でも感覚がないんじゃないです、でも知らないというより本当にでも感覚として知らないんじゃないです、うん、でもよ、例えばこのものを仕入れて売ったら500万になりますよ、うん、はい、っていう商品なら10万円でも20万でも出すわ、うん、うん、でもこの話を聞いたら500万になりますよって言ってもいや絶対ないわみたいな話なわけよ、だから結局何かやったらそれを仕入れて売ったら500万になりますっていう証拠を見せてくれるんだったら買うけなんやっていうことですね、うん、だからお前の話聞いて500万ぐらいの売り上げになるんやったら何も聞いちゃうよってはぁ、あ、って思うよ、うんうんうん、いやわしの話を聞いて500万になんでわしがせねえけんのやて、うん、お前がせお前がって、うんうん、話や、うん、でもう、うん、地方の人っていうのは本当にやっぱり何じゃろう、自分に対する投資という観点がすごく薄いよね、うん、そうでしょうね、うん、だから東京とかでやるとやっぱりいろんな地方からいっぱい人が来る、でもその人たちはやっぱり意欲があって投資感覚が強いから、うん、金かけた分は絶対元取ろうとするわけない、うんうんうん、だからねやっぱりお金をかけずに売り上げを倍増さそうとか、うん、なんとかって思っとることがまず間違っとるじゃん、まあそうですよね、うん、その結婚式の司会をするというだけでも何十万か払って勉強したんだろ、はい、でもその
払ったお金はもう元取れてる？元は取れて、もちろん取れてます。取れてる、うん、だからそこじゃん、うん、元が取れるかどうかだから、うん、でも、まあ、こういう話をしてよし、おじゃんちょっとガンと言ってみたろうって言って、うん、で、まあ、私のねやっとるセミナーでも高額セミナーがあって、まあ、それに来てくれる人たちもおるけども、来たことで満足しとる人が多いわけよ。ああ、うん、うん、なんか勉強したことで、うんうん、で一生懸命ノートとか取るんだけど、いやノート取らんでええけって、うん、あの見返さんだろって、うん、それよりかは一個なん、何でもいいけど、よしこれちょっとやってみたろみたいな感じで何かやった方が取れるわけじゃん、うん、はい。で、まず1個目は、支払い感覚をなくして投資をしてくださいよってね。で自分にもっともっとお金をかけてくださいよって言うんだけど、うん、その次はステップ2はかけた金絶対元取ったろけんのって、うん、倍どころじゃなくて3倍じゃ4倍じゃみたいな、犯罪じゃぐらいよ、うん、倍返しこれね。今日たまたまわしの生徒さん のブログ読みよったら、はい、やっぱりその子もなんか同じようなこと書いとったけど、やっぱりかけた分の2倍3倍とか絶対取るんだっていう気概がないとダメだみたいな、うん、もうまさしくそうなんよね。だから元を取ってやるんだっていう覚悟がない。そうですよね、うん、でも例えばじゃあ地方はそうやって投資、うん、そういうセミナーに行くっていう文化が、まあ、あんまりこう根付いてない、うんうん、まあ、行ってる人もいると思うんですけど、うんうん、じゃないですか。で、まあ、東京の人たちは、まあ、そういうのにこう慣れてる人が多いってなったら、うん、みんなが誰しもがこう1回目は経験してますよね、うん、何回か行ってる中で、うんうんうん、その時に周りにそういう人たちがいるかいないかの環境も多い気がしますけどね。まあ、まあ大きいよな。なんか実際に行ってじゃあ本当にどうだったっていう経験論を聞いて、うん、あれはやっぱり行った方がいいよ、行ったらやっぱりみたいな、その話を聞くと、あ、じゃあちょっと自分も行ってみようかなっていう、うんうん、そうやな、うんうん、だから付き合う人によってそうそうそう年収変わるけんさ、うんうん、だからやっぱりそういう勉強熱心なところのコミュニティにちょっと自分が入ってしまうと、うん、勉強してないことが恥ずかしくなってくる。そうなりますよね、うんうん、だからあ、みんな当たり前に行ってるんだってなった瞬間に、うんうんうん、敷居がこう下がるというか、うんうん、行きやすくなるじゃないですか、うんうん、だからその環境も少しこう変えてみるのもいいのかなって、うんうん、まあそうじゃな、うん、まあそれは大事なことよな、うん、で、まあまあこれ感覚値、わしの感覚で言うんだけど、まあ東京とかでセミナーやったらほんまに結構来るし、まあはい、まあまあ金額高くてもさっと来るんだけども、結果的にその東京でもう結構セミナー慣れしとるような人がパッと来るじゃん、結果出んのやな意外に。へえ、なんかセミナーに行ってる自分に酔っとる感じ。ああ、もうなんかセミナージプシーになってしまってる感じ。はいはいはい、うん、でも地方はもう地方で高いのをパンやると握りしめてくるけ。そっか、1回のセミナーの 重みというか、で例えば板坂雄二郎のセミナー来たら、ちょっともうここでこんなに払おうたんだけど、もう絶対この元取るけんなって、板坂雄二郎覚悟しとけやみたいな、うん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 、ぐらいで来てくれるけ、うん、こっちも本気になる、ね、そうですよね、うん、なんかそうですね、10個ある中の1つにされると、そうそうそう、いや、まあ、もうまあわしよりもええのいっぱいおるけん、よそい2000よそい、うん、だしその10人が同じことを教えないじゃないですか、うん、それぞれの、うん、教えがあるから、習いすぎると逆にただの耳戸島になっちゃって、なんかこう自分に合うものちゃんと選んでいった方がいいですよね、うんうん、やっぱりでもそういうことなんだと思うよ、うんうん、まあ、だから本当にね、できるわしはあんまり東京とかでセミナーせずにこう地方に行くじゃん、うんうんうん、宮崎とか、はい、福井とか青森とかね普通セミナーやってる人絶対行かんでしょ、いうとこ、ね、行くのは何回やったら、お前らが出てこんのならわしが行けんのっていうただただこれだけで出てこないからね、そう出てこんのでもいや出てきて、東京でやったら確かに宮崎も青森も福井も人が来とると思う、うん、でもそれっていつものメンバーじゃけ、そうです、ね、ちゃんと来るやつがばっか、うんうん、そうね、わしが欲しいのは本当に地方におるポテンシャル高いけど発揮できない青社長だけ、うんうん、これを発掘しに行きおるわけ、わしが、はい、大変じゃない、わし
まあでもね、いろんなとこ行くのは楽しい。そうですよね。まだ行ってない県ってあります？あるこのセミナーで。ある。意外に関東行ってないんや。あ、そっか。だから関東は関東になるともう東京に来てもらう。もう東京に行けばみんな来るけ、うん、まあそりゃそうですよね、うん、まあ一回でも千葉と群馬とやってみたけど、うん、まあ群馬とか全然ねけん。人がもう全然来ない。もう来ない。あ、うん、群馬でやった時に、群馬人って、何 2,3 人しかおらんかったんじゃないかな。あとは新潟の方からとか来た。あ、わざわざ遠くから。でもそれは新潟のやつは新潟のやつは、今度はそこに行くのは、東京まで行くのは一本の新幹線かなんかで行けるけ、全然慣れとるんや、その行くことに対しては。うん、わしらからすると新潟から来てくれたんなるんだけども、いや全然全然すぐですから。そういうことです。まあこっちから福岡みたいな感覚ですかね。ああ、こっから福岡すぐですか。まあそんな遠くない、日帰りでもまあ行けちゃう。おお、日帰りで福岡行ったりするの。行くことあります。何しに。え、買い物しに。買い物しに福岡行く。バブっとるのこいつ。いやいや、みんなで一緒に車で行けばね。へ、楽しいから。へ、福岡へ、はい、田舎もんかお前。田舎もんですよ。まあね、ということでね、かけた金の元は取れよっていう話なんだけども、うん、5000円かけたけって5000円元取ったらけんなって思わんでしょ。5000円はね、別に。だからそれは支払いをしおると思うからそうなるんや、うん、だからもっと言うならば、高いセミナー行ってみんさ、うん、高いセミナーにやっぱ30万とか50万とか、うん、たらちょっと根性入るけ。あ、うん、これまでやって何水流す秋に観音とかやって、そりゃそうですね、うん、だから聞いとるこっちも本気になるし、うん、これやらねえ研究ちょっとちゃんとやってみようとか、うん、形にしなきゃと思いますね、うん、そうなのでね、今日のね、こういうかけた金の元を取れって言おるんだけど、それどうやったら取れるかっていうのをね、今日のミッションとして発表しますんで、今日のミッションは、はい、これです。はい、じゃあ今日のミッションね、今日のミッションはかけた金の元を取れ言うたんだけど、さっきミッション先に言ってしまったんだけど、高いセミナー行け、高いセミナーに。まあ、それだったんですね、ミッション、うん、いや、うん、もう早く言うてしまったけど、はい、で、もう一個は、やっぱり自分を良くしたいんだから、うん、自分に投資をしなさいよ、投資。ね、投資っていうのはもう物で言うと仕入れて、物を売る時の仕入れて仕入れ権、ね、やっぱりいい物を売ろうと思ったらいい仕入れをせねえけんわけで、はい、だから死んどるような魚持ってきてから、うん、これ息作りですって出したら偽物か言われるで。やっぱり生きのいい新鮮なね、うん、取れたての牛なんていかねえいけんわけじゃんか、うん、だからやっぱりそういうのになろうと思ったらやっぱ高い仕入れになるけ、はい、だからもうね、高い仕入れしなさい、高い仕入れを、うん、で高い仕入れを騙されたもって一回してみなさい、変わるけ、ほんまに。根性が入るけ。でポンコツのまま行ってもいいです。全然いい、全然いい。このね、ポンコツって何回言ったら、うん、スポンジで言うたらカラッカラに乾いとるけ。ああもう、うん、一滴シュッてキューってあれも全部キューするけ。だから、うん、もうセミナー行き慣れしとる分はもうタプタプのスポンジになってるけ、そうかそうか、入らんけど一回絞らなきゃいけない。そう、うん、だからもうポンコツアホ社長のまま行ったらいいよ、うんうん、まあ今度は次じゃあどんなセミナー行ったらええんやって絶対思っとるけ、うん、しょうがないね、ええのあるよ。分かった。板坂裕二郎のセミナーね。あ、でも今ここに出そう思ったんだけど、今ちょうど終わったばっかりだっけ。募集はね、ちょっとしばらくかからないんですよね、うん、残念ながら、まあ、また次の機会に言うけ、うん、それまで貯金しとってください、貯金を、うん、ね、なのでそれまでしっかりチャンネル登録もしといてください ね、 ね、はい、じゃあ今日はね、はい、そういうことで宣伝は今日はセミナーもないし、はい、宣伝も何もないし、うん、以上でいいですか。大丈夫ですね、はい、はい、じゃあ今日はここまで、じゃあね、またね。